今回はね、メンタルドクターさん、指導さん来ていただいております。よろしくお願いします。メンタルドクター指導です。メンタルドクターさんっていうのは、はい、何なんですか？まあ、いわゆる精神科医ってやつですね。精神科、私たちが頭がおかしいから呼ばれてる。そんな感じするよ。いやいやいやまあでもお互いいろいろこう悩みとかもあったりして、はいはいはい、まあ、そういうのもちょっと相談させていただきたいなと思うんですけども、もちろんです。ちょっと猫がね、はい、気になりますよね。学習なんで。そう精神科医さんっていうのは具体的には何をやってるんですか？基本的に病院で勤めてるんですけど、うん、精神的な不調があった人が病院に来た時に話を聞いたり、あと検査をしたりして、まあ、どういう病気かもしれないっていうのを考えて、でそれに対しての治療。おー、なるほど。でもさ、なんか精神的な不調って自分ではもう分かんなくなって、普通だと思って生きてるから、なんかそれで私おかしいかもと思ってあんま行くイメージがない。人によってはやっぱり精神的な不調が長いこと続いてて、日常生活困ってる場合とかに自分で来ることもありますし、やっぱり自分で気づいてない人とかが家族と友達に勧められてくるっていう場合もあります。すっごい偏見なんですけど、はい、どんな人がいてもこの病気だって診断されて薬漬けにされそうっていうイメージがあるんですよ。日常的な悩みで別にその病的じゃない時には、いやそれは大丈夫だよって話とかをしますし、診断も決めないことも多いです。困ってるのは事実だから、その困りごとに対しての対処法っていうのはこちらで提案することもありますけど、最近は自分のこと若年性アルツハイマーなんじゃないかって家の鍵を 1,2,3 ってこう全部してないと不安で、ベッド入って大丈夫と、いやもしかしたら空いてるかもって思って、はい、もう一回何回も行くっていう行き来をずっと繰り返しちゃうから、寝る前にスマホで写真撮って、はいはいはい、ベッドの中で不安になったら写真見てしまってるかも。何の病気でしょうか？確かにそういう症状あるんですよ。強迫性障害って言って、うん、鍵の閉め忘れとか、例えば火の消し忘れとか、そういうのを確認しないと気が済まないっていうのはありますね。トラウマになったのが、実家に10日ぐらい帰った時に、はいはい、帰ってきたら家から音する、うん、男が喋ってる音して、それさ、なんか幻覚現象なんじゃない？違う違う、テレビがついてたの。10日間ずっと自分の要は視界に入ってくるものを信用してはならないと思うようになって、触ってみて感じてしないといけないと思って。じゃないよ。まあ、そういうのは繰り返し頭に浮かんじゃったりとか、実際確認行為するっていうのは精神科の症状の一つとしてはあります。よく一緒にどこにいても、はい、トイレ行かないんですけど、はい、私の家に来た時だけうんちしに行く。うちの家に来ると、はいはい、あ、うんちしたいって言って、外出先で一切うんこしない。マレちゃんち来た瞬間に、はい、うんこめっちゃ出るんですよ。しかも、はい、もう、トイレ借りるわ。なんか病気なのかなと思って。まあどうでしょうね。それは多分精神的なものっていうよりも、緊張してる時って出ないんですよ。リラックスしたんですか？リラックスした。お家に来てリラックスしちゃったから腸が動くようになって。そういうこと。アレちゃんはトイレから出てくると嫌そうな顔するんですけど、はい、これは何か精神的な世界。じゃあ正常な。お互いに関していろいろ自分では見えてない、さっきアレちゃんが言ったみたいに、はい、自分では気づいてないところとかってあるかもしれんから、ちょっとそれいろいろ聞いてみたいよな。病院のその施設じゃないと診断っていうのは基本的にはやらない、まあ、そうですね、やっぱり確定はあまりしないですかね。ですね。可能性がありますよっていうお話っていうのを前提として。完璧主義なんですよ。ちっちゃい失敗でもめっちゃ恐れるっていうか、はい、もう何億回も確認したり見たりとか、はい、やっぱりどうしよう、でもやっぱりこれはいいのかこれは悪いのか、めっちゃなんかずっと悩んでるっていう、それで疲れて、あーでもやっぱりもう嫌だってなって、でも永遠とやるんですよ。テレビとかも出てたりするんだけども、はいはい、毎回番組の収録とか生放送終わった後はめっちゃ落ち込んでる。私は全部ダメだった。家に帰ったら何とも言えない、うん、ってなんかお腹に来る感じのクルーってなって、ほんでお酒飲むんですよ、めちゃくちゃ。だから毎晩酒飲んで睡眠の質が悪くなるのが朝の4時ぐらいに起きるんです。その時にちょっと冷静になるんやけども、はい、酔いが覚めた後での感じになるから、なんかいろいろ考えて今の自分のこと考えるのやめようと思って、昔のすごい歴史とか残虐な歴史を聞きたい。先生すごい今びっくりしてる。人間ってここまで残虐になれたんやろうか、あ、はい、恐ろしいことがって言ってだんだん疲れて7時か6時ぐらいにまた眠くなってきて、でそんなんばっか見てるから悪夢で起きる。どうですか？話を聞く限りそういう人って完璧主義になりやすいので、こうやってもやってもできてないんじゃないか、周りに求めたりこれでいいかなとか。めっちゃ求めます。でもいいよいいよって言っても全然満足しないんですよ、はいはい、その承認欲求的なものもすごい。動画を投稿してコメントでいっぱいここが良かった
ってバンバンバンってくるようになると、はい、はぁってちょっとホッとする。動画全然投稿できへんねんな、自分だって不安で、これ投稿したらやばいかも、こんなん投稿したらあグラス思んないっていうふうに思われるわ。先生助けてくださいもうマイナスのコメントが来たりとかしたらどうなる？もうやばいです、死んでます、俺どうもないんやみたいな感じになる、すごい、はいはい、でも分かってるの、頭の中では圧倒的多数は自分を応援してくれてるから、うん、そういう人たちを大事にせんとなっていうふうにはもう分かってるから、表向きにはネットでも悪いのには反応はせんと、応援してくれてる人に反応して、でも食らってはいる、でもそれをみんなにバレたらあかんなって思ってるから気にしないふりをすごいする。あ、バレてる、そうやな、今バレてるiPhone とか買うじゃないですか、はいはいはい、あれちゃんって買った時はすごいルンルンなんだけども、はい、それを設定せんとあかんってなるとめんどくさくなって、うん、新しい iPhone 買ったのに半年ぐらい箱から出さないんですよ、半年じゃない、1年ぐらい出さなくて前買ったんですよね、はい、でよしこれ新しい iPhone 後で設定しようって言って起動して1年経った、はいはい、自分は逆にめんどくさいロシア人というか、もうめちゃくちゃ細かいことをすぐこうしてああして、あ、これがダメやったらどうしようこうしようって思うけど、真逆すぎてうわーうわーってなっちゃって、先生これは病気ですか？香水が好きだから、はいはい、香水のブログを始めるって言って、これから私は徹底的に香水のキャラを打っていくから、もうブログにちゃんと一個一個香水紹介するって言って、はい、投稿した記事がで、もうそのままなの。ただ私悪口じゃねえかよ先生、これって病気なんですよ。病気なのか先生、できないんですよ、はいはいはい、やるべきことはあるのに、はいはい、やらない。なんかね、完璧にしなくちゃっていうのがあるんですけど、適当にしてはいけない、あ、今日は完璧にできないからいいやってなるんですよ、うんうん、興味が移ろいやすいんですかね。あ、そうかもそうかも。でも恋愛に関しては依存しちゃうんですよ、はいはい、男性に愛されたい、まあ、これガチな悩みなんだけど、はい、お父さんがいなかったんですよね、はいはいはい、そういうのって関係あるのかなと思う。結構やっぱり多いのが、その小さい頃にお父さんがいなかったとか、あんまりこう自分のことを興味持ってくれなかったとかっていう人は、男性の愛情みたいなのを求めやすいっていうのは傾向としてはあるかなと。病気っていうよりは小さい時のその生育環境とかっていうのが性格とか傾向を作ることがあるので、まあ、それはそこから来てる可能性はありそう。でも恋愛で行くなら、僕男なのに男が好きなんですよ。それ違う、これは病ですか？それは病じゃん炎上するかでもさ、精神科医的ななんかそういうのってあるんですか？と、実は10年ぐらい前までは一種 の、 その精神科の疾患に含まれてたんですよ、うん、ここ数年そういう方 の、 その多様性を認めようってことで病気として外されて、概念としては今ないというか、でもどちらかというとそれはその性格的なこう問題とかっていうよりも遺伝子的なものが関係してるって言われてて、完全に生まれつきのね、普通の。でも自分はさ、あとパーソナルスペースっていうのかな、めっちゃ広くて、もう隣とか人来たらうわってなって、うんはいはい、無理になるし、触られたりするとなんかこう、あ、男性女性とか関わらず関係なく、なんかそういうのってあるんですか？体の感覚とか視覚とか聴覚とか、例えば光がなんか眩しく感じるとか、目が青いからかなと思ってたんだけど、うん、初めて日本に来た時保育園に行ったけど、その初日にサングラスかけて行ったっていうのが保育園で伝説になってるらしいね、はいはい、嗅覚もすごいかもしれないです。隣でちょっと喋ってるだけで、あー、これは歯周病だなみたいな、これ歯周病だなって言って、そうハイリーセンシティブパーソンですかね、感覚が鋭い人みたいな、ちょっと何か誰かが言った時になんか自分のこと言われちゃってるのかなって、あ、そう、めっちゃ出てる。だから今さっき始まる前に、はい、マネージャーがなんかこう、あ、あとかってやってたのも、はい、あれなんかいつもと態度違うから、なんかどういうつもりなんかな、自分に怯えてんのかなとか。先生助けてください逆に結構感受性が高いから映画見たりドラマ見たりしてすごい感動して泣いちゃったりとか、結構やっぱりその同性好きな方とかそういう方の方が感覚がやっぱり繊細だったりするので、過敏なんですよ、多分外の感覚に対して。で、一回びっくりしたのが、はいはい、急に、はい、シュッってなんかこう泣き始めるじゃない、泣き始めるんだけど、パニック症なんですよ、うん、パニック発作って呼ばれるものだと思うんですけど、緊張してる時とか体調悪い時とかに、まあ、それこそなんか呼吸が速くなって、呼吸速くなるとどんどんその息がちゃんと吸えなくなっちゃって、それはどういう緊張してるってこと？まあ、結構やっぱ精神的に不安定な時とか、逃げられない空間、電車の中とかバスの中とか、その周りに人がいっぱいいる時とか、そういうところに起こりやすいっていうのはあります。じゃあそういう人は対応はもう死なないよっていうだけで、死なないよって言えばいい、死なないよ大丈夫大丈夫、ヒーヒーフーとかやったら、それに一緒に生まれる
すごい動画の中で下ネタを言う人ってみんなに思われてるんですけど、はいはい、実際僕はあんまり下ネタを言ってなくて、下ネタをすごく言ってるのはハレちゃんなんですよ、はいはい、今日の話してたのお前やろすぐ下ネタを言う人っていうのは病なんですか？下ネタ好きな人だと思うそれは、はい、それお前だからな。チンチンに取り憑かれてるんですよ。あ、薬とかないんですかね、その言わなくなる。一回チンチン行ったらもう500円。いいですね、それいいです。その貯金は誰が使うの？私に決まって。なんでやねんどうですか、我々は仲悪いですかね、やっぱり。まあ多分真逆のタイプじゃないですか。うんうん、確かに。まあすごいそのなんかお互いのバランスが取れてるっていうのと、欠点だと思ってたことって長所だったりするんで、いろんな作品をこう心から楽しめたりとか、まああと大雑把だったとしてもいろんなことに興味を持つから新しい発見が生まれたりとか、もうそれを逆に生かすような。ダメだよ、精神科医トークだから騙されちゃダメよえ、どうしよう、私は本当に今信じ込んでた。そんなにポジティブって言っても。あ、じゃあやめとこう。僕はメンタルドクター指導っていう名前で、あの精神科医としてのチャンネルやってるんですけど、うん、まあ結構病気の紹介だったりとか、あの心理の解説だったりとか、まあ、そういう幅広くね精神的なことを知ってもらいたいっていう内容でやってるんで、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ぜひリンク貼っとくので、そちらの方でもね、はい、動画見てみてください。ではバイバイ。やめた、うん、今言うのってなんかそんなん言うたら500円とか言われるもん。そうみたいな。